たった15秒ぐらいのポンとした映像だけでかっこいいと思ったらすぐフォローボタン押しちゃうじゃないですか。そんな感じで自分もなれたらいいなと思ってます。かっこいい人たちと同じようなことがしたい。で、今もずっと憧れだけで今も乗り続けてますね。技とか見ると派手でこうパーッとした感じなんですけど、練習は本当に地味というか、手離すにしても指がちょっと開けたからやっていく感じなので、それをこう一個一個ちゃんとこう階段を踏んでいくのが大変ですね。まあそれがでもできた時にはその分楽しいんですけど、コロナの前はありがたいことに結構イベントとかショーに呼んでもらえて、でそこで飛ばせてもらったり、あとコンテストもあったし、それこそ海外にも行くようなこともあったんですけど、コロナなってからは何にもなくなって、イベントがないと練習を何のためにしてるのかになってくるじゃないですか。でも会った時のために乗り続けないとなみたいなのもあるんですけど、ってなった時にめちゃくちゃバイクが楽しいことに気づきまして、またイベントも特にないですけど、今はすごい楽しいですね。バイクがなんでだろう、なんか楽しいですね。イベントが始まってきたら多分より面白いと思うんで、その日のために練習も頑張ってます。